強盗未遂の現行犯で逮捕されたのは、札幌白石区の無職、平野清和容疑者です。平野容疑者は今日午前3時過ぎ、札幌白石区北郷6条4丁目のコンビニエンスストアに押し入り、店内に陳列されていたカッターナイフを取り出し、店員の40代の男性に突きつけ、金を出せと脅して店の金を奪おうとして現行犯逮捕されました。警察によりますと、店員の男性が平野容疑者をその場で取り押さえ、警察に引き渡したということです。店員に怪我はありません。調べに平野容疑者は間違いありませんと話していて、警察が動機などを詳しく調べています。